2月16日水曜日朝7時20分のホームポイントは強い温床が正面から、今強烈です。こんな感じです。波サイズそれほど上がってませんが、風クローズ状態ですね。ホームポイントの右も強めの温床が正面から吹いてきます。左、さっき強烈な温床に比べれば大したことはありませんが、かなり大きいからサイズのある波が面もありますね。そこまで行けば乗れそうな波がブレイクしています。気温は5度ぐらいですね。でも体感はもうものすごく冷たく感じます。もう風が強い。今日終日こんな風吹き続けるんですかね。